皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は4月の20日から26日の投稿スケジュールについての話なんですけれども、いくつかの大きなアナウンスがあったり、まあ、誠に残念なこともあったりする感じなんですね。まずはですね、先週の金曜日で、バイオハザード3、レジェントイーブル3の13話、最終話が上がったので、もう、レジェントイーブル3はこれにて終わるのですが、ファイナルファンタジー7は出てて、でもうかなり勢いで楽しんでやっていて、来週の月曜日から皆さんにも共有できればというふうに思っております。はい、そして隠し事は先週2本の動画を出しましたので、もう追いついた。追いついたからこそ木曜日の23時3分みたいなものなので、金曜日に撮影して編集なんだかんだあって土曜日にアップっていうことになるので今後からはずっと土曜日っていう感じになります。あともう一つ、ここはもともと符号刑事の枠なんですけれども、符号刑事を別になんかポイしたわけではなくて、結構2話が好きで続けたいなと思ったんですけれども、コロナの影響でこれはもう延期になったっていう感じになっているので、ここの枠まあ空いちゃって、そこに隠し事を入れました。そこでですね、もともと隠し事が火曜日の3枠目に入っていたので、そこが空いて、アインツベルの相談室は5話と6話がまだ残っていたので、ここでまあ入れましょうっていうふうに考えました。そして日曜日の朝にもアインツベルの6話を入れたいと思っておりますので、ということで今週いっぱいでアインツベルの相談室も完了っていう感じになります。皆様いかがでしょうか。この風にして来週は進んでいく予定なんですけれども、コメントの方でぜひ自身の意見コメントをしていただければと思っておりますので、皆さんのその回答をお待ちしております。ではでは、ぜひ今後もご視聴いただければと思います。バイバイ、おおきに。